今度からよろしくね、よろしくね。昨日マジ久々の公演だったから楽しかったですね。昨日マジ久々でしたね。チョコミントアイスありがとうございます。昨日も楽しんでいただけたでしょうか。アイスありがとうございます。いちご、昨日ありがとうございました。こちらこそ今日楽しみにしてます。待っててください。この髪の毛を抜きたい。ダダダダ、ありゃりゃりゃありゃりゃりゃありゃりゃりゃ、8月は1回フラット名古屋。本当に座席はまだ分かりません。そりゃそうです。12時に分かります。座席はお楽しみに。12時まで待っててください。昨日ねー、見やすい場所だったね。めっちゃ真ん中でしたね。キュービットくまちゃん、ありがとうございます。くまちゃん、ありがとうございます。いや今日楽しみですね。昨日も楽しかったし、今日も楽しみです。やっぱ公演はいいですね。サーフルの試合があるので、コガがいる公園あるべくありますように。今日とっても楽しいです。おはよう。 A か B がいいな。でもさあ、割と超後ろ目の方がいいんじゃない。わかんないけど、ミンタイスありがとうございます。今日もココアサイリーもありがとう。アイスありがとうございます。お花、あ、そうなの。でもやっぱあれじゃない、歌唱力も近いし、読み上がりだして、わからないけど。ごめん、わからない。ちょっと憶測で喋るのはやめよう。私にはわかりません。ケツ元しねえ、そうだよね。いやなんか嬉しいです。初めてココアのに入ってくれて、やがない楽しみです。お願いします。イオンダスとハートブレイカー、あーそっち系が好きなんですね。イオンでぜひ見つけてください。あのイオンの帽子取る前にあのぜひ見つけていただけたらなというふうに思ってるんですけど。ぜひあのチャレンジしてみてください。ジニーのいいもね。ケースもぜひ見つけ自信ある。すげえ。でもちなむと身長一番高いですね。そうなんですよね。ポジションもなんか楽しみに、久しぶりですね。S の YouTube にいたね。
ちらっと生徒会メンバー。いやそうなんですよ、一番高いので、チョコミ大佐ありがとうございます。 S は同じ身長が先輩に2人いらっしゃるんですけど、 K2 だと一番高いです。今日もお家でゆっくり見てます。いっぱい楽しんで頑張ってくださいね。ありがとう、母。一応返す、ありがとうございます。確かにミキさんも身長高い。そう、宮丸さんとゆめさんと同じです。今日もみおさんと一緒ですね。なんか昨日みおさんがエスコインにいたんですけど、みくるさんとみおさんが隣に座ってて、楽屋でね、隣に座ってて、でその時みくるさんがいなかったんですよ。結婚しておくたです、本日よろしく、よろしくね。だからちょっとみおさんとお話ししようと思って、みくるさんが座ってた席にココアが行ったんですよ。こうそしたらみおさんがもう見たこともないような笑顔で、ねえねえねえって言ってきて、え、なにと思って、え、なんですかって言ったら、あ、みくるかと思ったって言われて、あ、申し訳ないと思って、でもうなんか初めて見る笑顔でしたね。だからああちょっと悲しくなりましたって言ったら、同期でしか補えないものあるんだよねって言ってた、2人とも。でもね、ちょっと同期にしか見せないみおさんの笑顔が見れたので、それは良かったかなと思います。高熱大丈夫？それは心配。直してね。DMM 見てください。今日のケースコン楽しみにしててください。試験みたいなもんです。相当大きい。みくるさんも昨日めっちゃ笑顔だったし、やっぱ同期でしか補えないものあるんだよねって二人で言ってましたよ。そう、得した、でも得したけど、得しました。得しました。昨日もね、そんなこんなで楽しかったです。朝から昨日、うわ、嬉しい。どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？何の曲の私が好きですか？そういうの知りたいんですよけど、何の曲の私が好きなんですか皆さんは。ありがとうございます。ケツも今、うん、いやいや、熱はね、しんどいから、絶対プラカードネタ、うん、今日最後ね、待ってるね。今日前髪いい感じ、ありがとう。長さは結構いい感じですよね。この前愛知の個別持ってた、そうなの、また待ってるよ。ブルーベリーのソロね、なんかね、うまく歌えないんだよね、いつも。
でもなんか最近は M1 愛を君に愛を僕にがマジで楽しいのと、あとリノベーションをなんか頑張ってます。なんか語弊あるけどさ、全部頑張ってるしあれなんですけど、なんとなくこういう風に踊りたいなみたいなのを意識してますね。現地何回目ですか？なんとなんと1回目でございます。今日が時間がないのにとやっとどれが好き、なんか転生が好きなんですけど僕ないとか言われそうですね。ルビリーソロガールのトップチームももろもろで再利用、ありがたい。そうです、名古屋で待ってます。連続公演、いやいやいや、私なんて全然連続ではないんですよ。もう全然もっと連続の方が、ゴーフォーザドリームやってそう。転生だって可愛くない？可愛いから好きなんですよ。あ、そっち系ですよね。いや、プレシャスさん多分私じゃ務まらないですよ。いや、そんなのはね、務まらないですよ、もう。めちゃめちゃ可愛いです。アンダーメンバーに、いや、研究生なんでね。今日こそ、ちょっと、待ってきます。ちょっと私じゃ務まりませんよ。先生、これで、そうなんだ。転生向きですか？いつかね、いろいろやってみたいですね。何、あえてのってどういうこと？あえてのって何？あえてのとは、アップルも可愛いですよね。全部いいですよ、ユニットは。まあ見てみたいと思ってもらえるのには関しては嬉しいでございますので。サータンとね出れるので嬉しいです。15分経った。スマホも熱いので、やっぱなんか最近マジでスマホ熱くなるの早くて、いつかなんか爆発しそう。そろそろ終わりたいと思います。今日は公園でお待ちしてます。座席もまた教えて、スマホ変えたばっかりなのよ。公園でお待ちしてます。バイバーイ。